皆さんこんにちは。簡単で美味しくて安い料理レシピを配信するバー飯チャンネルのてっぺいです。今回は J オイルミルズさんから提供いただいたコク深く香る濃い口ごま油を使って新玉もちもちの作り方をご紹介します。それではよろしくお願いします。まずはごま油をホットプレートに伸ばし250度に加熱。プレートが温まったら新玉もちもちの種を適量すくい焼いていきます。新玉もちもちの種の材料は以下の通り。1、玉ねぎ。今回は新玉ねぎを使用。1個。2、片栗粉大さじ4杯。3、鶏ガラスープの素顆粒小さじ1杯。4、塩コショウ適量です。皮をむいた玉ねぎを2等分に切り分けて、半分をすりおろし、半分をみじん切りにします。玉ねぎに片栗粉、鶏ガラスープの素、塩コショウを混ぜ合わせ、種を作ります。種の片面がきつね色に焼けたらひっくり返します。でもなんか結構いい感じにはこんがりと。上からフライパン返しで軽く押さえてバラバラにならないように固めました。もう片面もきつね色に焼けたら完成。まずはそのままいただいてみます。めっちゃもちもちやん、うん、これが片栗粉の効果か。じゃあ僕もちょっといただきます。てっぺいです。あ、美味しいねこれ、うん、あ、めっちゃうまいやん。おいしい。うん、もっちもちで美味しい。今度はポン酢でいただいてみましょう。上にみじん切りにしたパセリを散らしました。うまっ、うまっ、あくあく、うまっ。酸っぱみとよく合います。最後は焼肉のタレ。これもちもち感最高ちゃう。パセリ飾りで味がくる。ああ、安定な味や。うん。なんか焼肉のタレの方がしっくりくる。これが一番美味しかったです。皆さん甘い新玉ねぎで新玉もちもち、ぜひお試しください。今回使用したコク深く香る濃い口ごま油に興味関心のある方は再生画面下の説明欄に販売サイトのリンクを貼ったのでアクセスよろしくお願いします。調理企画つぐみ、撮影ナレーターてっぺい。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。次回も簡単で美味しくて安い料理レシピを配信するのでご期待ください。それではさよなら。食べていると最後に苦みが出てきたので玉ねぎを水につけてアクを取り除いてから他の材料と混ぜ合わせた方がいいと思います。